ヨーロッパ県総本店のカツ丼セットヨーロッパ県は元祖ソースカツ丼の店として福井県に所在する洋食店である。総本店は福井市純下に所在する。1907年から1912年の6年間、ドイツベルリンの日本人クラブにて料理を学んだ高畑マスタローがドイツのシュニッツェルをウスターソースで味付けして丼飯に乗せた料理を考案し、 これをカツ丼と名付けて1913年に料理発表会にて披露した。カツ丼は同年に創業したヨーロッパ圏で提供を開始された。高畑は関東大震災を機に郷里の福井に戻り、ヨーロッパ圏は福井県内に多くの視点を持つレストランとして現在に至る。使用するウスターソースはオリジナルのレシピでメーカーに生産を委託しており、 当初はブルドックソース、現在は同社市会社のイカリソースが生産している。ヨーロッパ県ではメンチカツを使った丼をパリ丼と呼ぶ。乗れ分けにより福井県内各地に支店が所在し、2013年1月現在で19店舗を要する。11店が福井市、5店が鶴ヶ市である。鶴ヶ県のソースカツ丼。最初に、 のれん分けした鶴ヶ市の店舗は、鶴ヶヨーロッパ圏本店という。この店舗とその支店は、橋袋の記載等に、国際観光レストランのキャッチフレーズを使用している。なお、鶴ヶ市内のヨーロッパ圏の店舗は、鶴がヨーロッパ圏直営の支店である。総本店とは、メニュー構成なども異なり、軸せりなど、独自のメニューがある。ありがとうございます。